可愛らしいピンク。これはイチゴ？ああやべえ、緑茶こぼしちゃった、どうしよう。奇跡的にイチゴに緑茶が直撃。そんな緑茶も広げていけばハムスターになる。ピンクと黄色のハムスター可愛い。背景は黄色。せっかくの緑茶グラデーション消さないように丁寧に塗る。ペンは両手で持つ。オーバルハムスターを描くにはちょうどいい。攻めるところは大胆に。思いっきり陰影をつけ、コマゴマした手をコマコマ描く。このギャップが大事。大事なのよ。そんでうっすらボケた輪郭を描く。作品がピリッとする。大事な大事な瞳を入れて、良きバランスのところにサインを入れる。サインで崩れたバランスを一輪の花で整える。めっちゃ可愛いのできた。ダイエットしたいけどなかなかできないハムスター。明日から